皆様こんにちは、しげますでございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、いつも私がお世話になっている学びのカフェ天神さんについてですね、お話をしてみたいと思います。学びのカフェ天神という、あのサムネイルでですね、ちょっとあの画像を出そうと思っておりますけれども、これですね、あの実はあの天神にある、地元の方であればわかると思うんですけれども、一番繁華街の渡辺通りというところの、あのロフトのね、隣のビルにあるあの場所はそういうところになるんですけども、そこはあのいわゆる私みたいなその講師で、あの集客があまりできないような、そういう講師のためにですね、そこの社長さんがあの展示のその一等地 の自分 の事務所のですね、借りてる場所を、あの会場としてですね、貸してくださってるという、そういう状況であります。で、大変ありがたいことにですね、あのホームページでですね、あの集客とかもですね、してくださってですね、私はもうただ行ってあの喋るだけということでですね、あの大変感謝をしております。それであの概要欄にですね、その学びのカフェ天神のですね、あの概要欄もあのそのホームページのサイトもですね、貼っておきたいと思いますので、あのご興味のある方はですね、ぜひあのご覧いただければと思います。で、価格もですね、大変安いんですね。あの、生徒さんの1回の受講料もですね、あの、その展示のど真ん中であの受講するということに関して言えば、あの大変お安いんじゃないかと思います。1400円だったと思いますけれども、でしかもですね、割引制度なんかもあるみたいで、あのスタンプを貯めたら、安くなるとかですね、そういうこともあのあるようです。だからあのぜひそういうのも見ていただければと思います。あとですね、なんでこういう話をしているかというとですね、あの時々言われるんですよ。しげますの話聞きたいけどどこでやってるんですかとかということで、あの言われるんですね。で、私基本ですね、あんまりそのあの何ですか、集客力がないのであのそんなにしないんですけれども、あのよく、その学びのカフェ天神さんでやるというのと、あと、ご依頼を受けてですね、話しに行くっていうことをやっております。なので、あの例えばあの人は集まるんだけど、あの場所がないとかいう場合は、この学びのカフェ天神さんであの講師主催ということでですね、そこの場所が空いていればですね、あの開催をするということも可能です。で、あのサイズもですね、もちろんあの40人ぐらい入れるとあの場所もあるけれども、あのそれ以外の少人数 あのお部屋ももう一個ありますし、それから1対1のカウンセリングルームっていうのもですね、あの設置されておりまして、あの天神 あのど真ん中にでありながらですね、結構あの機能的に、でしかもですね、あのおしゃれなあのスペースをちゃんと作ってくださってます。詳細はですね、あのホームページの画像を見ていただければよろしいんではないかと思うんですけれども、でいろんな先生がですね、あのそこで講座を開かれているということがありますので、お好きな講座を選んでですね、あの何種類か、いろいろ受けてみられるというのもよろしいんではないかと思います。なので、あのぜひですね、あの行かれてください。ちなみにあの私は月1回ですね、やっております。で、あの平日だったり土日だったり、一応それをあの交互にやっておりますけれども、あの例えば今度平日もたまにやってほしいとか、あの土日のこういう時にやってほしいとかいうご要望があればですね、あの、部屋さえ空いていればですね、その部屋をお取りするということも可能でございますので、ぜひあのご連絡をいただければと思います。そこではですね、本当にここだけのお話をしておりますということでですね、今日は学びのカフェ天神さんのお話をさせていただきました。ありがとうございました。失礼いたします。